皆さんこんにちは、トーコです。今日の動画はイギリスの現状をお伝えする動画です。で、今日撮っているのが3月の29日。で、イギリスはちょうど1週間ぐらい前から、ロックダウンと言われる、封鎖ですかね、日本語で言うと。すべてがもう閉まっていて、私たちの行動も制限されるっていうのがスタートしました。で、具体的にどういうことかっていうと、今現状では、スーパーとドラッグストア以外は基本的にすべて閉まっています。で、私たちの行動なんですけど、同じ家に住んでいない限りは家族でも会うことができないですし、友達とかももちろん会ってはいけません。で、道をね、歩いている時とかでも、普通に人とは必ず、2メートルぐらいの間隔を空けないといけないっていう風になっています。なので、スーパーに入る時も入場制限があるんですね。で、そんなにたくさんの人が一気にスーパーに入ることはできないんですよ。なので、一人ずつ外で待つんですけど、それも一家族のうちの一人だけがスーパーに入れるんですよ。なので、例えば3人家族で行ったとしても、そのうちの一人だけがスーパーに入れて、それ以外の人は他で待つっていう形ですね。で、まず入ったとして、その中でさらに、2メートル間隔ぐらいでテープが敷かれていて、例えば私が卵コーナーで卵を買ってたとしたら、他の人が卵を買いたいとしたら、私がその卵コーナーのエリアから出るのを待って、それで次の人が入ってきて買うっていうような感じです。で、レジも私たち勝手にレジに行けるわけじゃなくって、一人ずつ係員の人がレジに、あなたはこのレジ使って、あなたはこのレジ使ってっていう感じで、人がくっつかないような感じになっています。で、食品の不足に関しては、以前はもう棚に全然商品がないっていうのとかがあったんですけど、それはね、徐々に落ち着いてきました。ただ、以前と同じ品揃えかって言ったらそうではなくって、お肉が不足していたりとか、冷凍食品が品揃えが悪かったりっていうのは続いています。で、スーパー以外に許可されている外出が運動ですね。1日1回のみなんですけど、散歩とかランニングとかっていうのは大丈夫です。ただそれもどこにでも好きかって言っていいわけじゃなくって、自分の住んでいる近くのみですね。なので、私はラッキーなことに、公園がね、すぐ近くにあるので、そこによく行ってるんですけど、例えばその公園に遠方から来ている人、がいたら、で、それが警察にバレたら、注意、もしくは、罰金を取られることになります。よくね、その公園にもパトロール来てるんですよ。で、公園だから知り合いに会ったりするじゃないですか。でも、そこで2メートル以内とかで喋ってるっていうのが警察に見つかると、もう警察がね、バーってそこに行って、注意、もしくは罰金の切符を切ってるかもしれないんですけど、そういうのを何回か目撃したことがあります。あとは配送ですね。なんかデリバリーとかも以前は手渡しでもらってたんですけど、今は配達員の方が玄関先に荷物を置いて、で、ピンポンって押して、で、ちょっと遠ざかって、で、荷物そこに置いたからっていう感じで、パッともう帰っていくっていう感じですね。だから一切手渡しっていうのはもうなくなってます。で、人の意識の変化なんですけど、本当にこの1ヶ月でめちゃくちゃ変わったと思います。今月の最初っていうのは、まだ他人事っていう感じの人がすごい多くて、アジアで起こっていることで、コロナウイルスに関しても、ちょっと、インフルエンザみたいな感じでしょっていう人が多かったんですけど、今はね、もう以前のイギリスでは考えられないぐらいの、数の人がマスクをするようになりましたし、あとマスクね、こっちでも全然買えないので、スカーフを巻いてる人とか、あと、この服をね、この辺まで持ち上げて、カバーしてる人とかもいます。で、そう、これ笑っちゃいけないんですけど、昨日ね、すごい人見たんですよ。なんか昨日、晴れてたんですけど、晴れてる中、傘をね、こういうふうに持って、で、しかも誰もいないのに、傘でずーっとこういうふうにね、ウイルスを多分ブロックするためだと思うんですけど、こう振り回しながらね、歩いてる人がいたんですよ。イギリス人って雨が降ってもあんまり傘差さないんですけど、今となってはね、もうそんな人が、出現するぐらい、結構、みんなね、警戒しています。
はい、それではここからは私がロックダウン後に最も怖いと感じたことについてシェアしていこうと思います。それはこの間ね、私スーパーに行こうと思って歩いてたんですよ。で、普段だったら人がねたくさんいるし、ショップも開いてるんですけど、今はもう本当にゴーストタウン化してるんですよね。全くショップも開いてないし、人もまばらにしか歩いてないっていう状態で、で、その時ね、ふと思ったんですよ。もし、その前に歩いている人、その人がなんか変な人だった場合、とか危険な人だった場合、襲われても、私、なんかどこにも助けを求めることができないし、なんかお店がもし開いてたらお店にバーって駆け込むこととかもできるけど、それもできないし、なんかそれがすごい怖いなと思ったんですよ。その怖さの感覚としては、夜中に女一人で歩いてるみたいなのに似てるかもしれないですね。で、さらに私、外見がアジア人なので、ここでなんか差別とかあったりしたらさらに怖いなっていうのがなんかどんどん湧いてきて、うん、だからもうなるべくスーパーにも行かないようにしています。で、ついでに私がイギリスで経験したちょっと怖い話をしようと思います。これはね、全くコロナ関係ない話なんですけど、結構前ですね。私が道を歩いてたら、はーいって言って男の人が私の本名を呼んで話しかけてきたんですよ。なので私はパッて見た時、誰この人全然知らないと思ったけど、私の本名を知っているぐらいだから、絶対知り合いだと思ったんですよね。知り合いだけど、私記憶力が悪いので、この人多分どっかで会ったけど思い出せないだけなんだと思って、ごめんなさい、誰だっけって聞いたら、いや私たち会ったことないよって言われたんですよ。で、じゃあなんで私の名前知ってるのって言ったら、いやさっき病院にいたでしょって、病院であなたの名前見たんだよって、それで名前覚えたんだって言われたんですよ。え、めっちゃ怖いと思ったんですね。そのね、イギリスの病院の仕組みなんですけど、病院のその待合室で、なんか電光掲示板みたいなのがあって、名前が出るんですよ。で、なんか、私だったら、東子さん、何番室に行ってください、みたいな、そういうのが出るんですね。で、その男の人は、その病院で、私の名前を見て、その名前を覚えてたらしいんですよ。普通ね、日本人の名前をね、欧米人の人が一瞬で覚えるってことは本当にないんですよ。どんな簡単な日本人の名前だったとしても、パッて一瞬ね、その電光掲示板で出たぐらいじゃ覚えられないんですよ、普通は。なんですけど、それを完璧に覚えていて、多分メモったと思うんですけど、うん、それで来て、で、ちょっとさっきの話に戻りますけど、その話しかけられた時に、名前をそんなにすぐによく覚えられましたねって言ったんですよ。ただでさえアジア人の名前だし難しいのにって言ったら、いやでも日本人の名前なんて珍しいからすぐに覚えれるよって言ったんですよ。で、と思って、なんで私が日本人って一言も言ってないのに日本人って分かったのと思って、まあその人曰く、自分はそのアジア人の女性がすごい好きで、で、まあなんか、まあ、日本とかに住んだことはないけど、そういうので名前見ただけで日本人とかってわかるんだって言ってたんですけど、うん、まあ、よくわからないですね。で、さらに怖いのは、私、その時、病院からね、すぐ出てきて話しかけられたんだったら、まあ、まだいいんですけど、病院出てから、いろんなとこ買い物してたんですよ。で、買い物終わって、さあ帰ろうと思ったら、その人に話しかけられたんですね。だから、つけられてた可能性がすごい高くて、まあ、それもね、ちょっと怖くってね。まあ、とにかくこんな人と喋ってるのはちょっと良くないなと思ったので、もうそこに、車に主人が待っているので、行くねって言って、まあ、逃げた感じなんですけど、まあ、それにね、ちょっと嘘をついたら、その人がひるんだのが分かったので、うん、まあ、それでね、その後も何回も何回も後ろを振り返りながら、つけられてないかなって確認しながら、友達に電話しながら、それで帰ったんですよ。うん、で、まあ、それがね、今回のゴーストタウンを歩いている時に思い出したっていうね、はい、ちょっと長い話になっちゃったんですけど、はい、私のちょっとした恐怖体験でした。でもその後ね、何もないので全然大丈夫です。まあ、イギリスにはね、一定数、やっぱり、
すごくアジア女性を好むっていう男性がいます。なので、そのね、ちょっとつけてきたりっていう人は、私その人だけしか出会ってないんですけど、アジア人が好きなんだって言って、近づいてくる人は、たまにいますので、そういう人はもう、はい、スルーした方がいいと思います。はい。というわけで、最後はね、ちょっとわけのわからない話になったんですけれども、以上がイギリスの今のコロナの現状でした。ぜひ皆さんが住んでいるところの現状も教えてもらえたら嬉しいです。日本のね、ニュースも私も見るようにしてるんですけど、やっぱり実際そこに今いるわけじゃないので、あんまりわからないんですよね。なので、日本の今こういう、ここに住んでてこんな感じですっていうのを教えてもらえたら嬉しいです。はい、それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。